チョコじゃのめチョコチョコとは小さな器のことで一般的に酒を飲むための小型の器または蕎麦を蕎麦つゆにつけるための容器のことを言う。家事を選んで千代口の字を当てることもある。チョコの形状は筒胴、丸胴、六角形、八角形など様々なものが存在する。材質は陶製が多いがガラス製のものもよく見られる。元来、チョコは 本前料理において用いられ、和え物や酢の物など、少量の料理を盛り付けるために使われていた器である。しかし、江戸時代中頃から、手記や蕎麦切り用の器として使用され始め、現在では、こちらの使われ方が主である。利き酒に用いられる利きチョコは、内側の底に青い蛇面が描かれている。これは、利き酒の際に、酒の色や透明度を見るための工夫である。 このことから、蛇の目チョコとも呼ばれる。なお、チョコの語源は、復権音あるいは、朝鮮音で、水や酒の器を意味する、小王に由来するとされる。また非常に、器量を、視野が狭い、もしくはない人を、追い口、追い口の裏と揶揄する例えに使われる。弱々しいという意味の、へなチョコは、粘土で作った粗末な言い口という意味で、明治時代の教科書、野崎差分の造語である。 なお、生意小賢しいという意味の、チョコ材は、小さく動くという意味の、チョコチョコ、チョコまかに由来し、チョコとは関係ない。逆らいのことを異口ということがある。ありがとうございます。